2050年カーボンニュートラル。菅首相が昨年10月に示したこの方針は、日本経済を根幹から動かす力強いものでした。今や経済界を挙げて日本はサステナビリティについてと大きく舵を切ることになったのですが、国際社会では先行する欧州がすでに法制化の手続きを済ませ、具体的な基準を設ける段階へとその歩みを進めています。またアメリカもバイデン政権になった方針に転換し、パリ協定への復帰を宣言しました。しかし何といっても欧州の先行ぶりが目につきます。 EU タクソノミーと呼ばれるその仕組みは、6つの環境目的に関する技術的スクリーニング基準を設け、それに適合する案件のみを適格と認証することによって、金融機関に対する案件選択の目安を与えようとするのです。つまりこの制度で適格とされた環境に良い案件こそが投資家に優先して選ばれるようになるというわけです。私はこの制度の核となるスクリーニング基準とその基礎となった最終報告書をすべて和訳する機会に恵まれました。気候変動の緩和と適応、水、サーキュラーエコノミー、汚染防止、生態系保全、これら6つの環境目的は相互に関係し合っており、どれか1つを満たせば適格と認められるものではありません。今 EU は着々とその準備を進め、2023年には制度が本格稼働する予定となっています。この度、来る3月12日に EU タクソノミー傾向と対策セミナーを開催し、その詳細を皆様だけにお伝えできることになりました。詳しい中身をいち早く知ることで、変化を機会にするまたとないチャンスです。当社主催の EU タクソノミー傾向と対策セミナーを、この機会にぜひご受講ください。